どうちゃです。今日なんですけどもね、そろそろもうあと数日で、平成も終わるということで、まあ、私平成生まれで、平成5年生まれなんですけどね、ちなみに、はい、平成 5年生まれなんですけど、まあ、ちょっとこのファッションの観点から、まあ、日本のファッションの観点からね、ちょっとこう、この平成という時代を振り返りつつ、まあ、平成というのはどういう時代で、さらに言うと、令和、これから新しく迎える令和という時代は、まあ、どのようになっていくのではないかな、みたいなね、なんかそういう振り返りも踏まえつつ、じゃあこれからどうなんでしょうね、みたいな、なんかそういう私なりのね、意見を申し上げる動画にしたいかな、というふうに思いますと。はい。でね、まあね、そのファッションっていうジャンルにおいて、平成を振り返るつってもね、つってももう、いろんな観点から、いろんな切り口から語れるし、それをなんかね、いちいち、なんだろうな、言い出したら、結構大変なことになる。社会の状況だろう。なんだろう、ね。だからまあもう今回は僕の独断と偏見でね、もうつまみ食いもいいところみたいな。なんかそういうようなね、観点で、ね、振り返りさせていただきます。はい。で、でなんですけどね、この平成の30年、まあ30年、平成元年は1989年ですね、89年、そこから平成が始まったと、いうことでございますけども、まあこの1989年、平成のスタートがね、どういう状況だったかっていうのはね、当時の状況ちょっと振り返ると、まあ、僕まだ生まれてませんけども、まあ、一つイベントとして大きいかなっていうのは、僕はやっぱりね、幼児ギャルソンが、パリでね、クロマ衝撃と言って衝撃的なデビューを果たしたのが、まあ、ね、まだ平成じゃないんですけど、81年とか2年とか、まあ、1980年代初頭に、まあ、そう、日本人のね、この二人がパリに殴り込みをかけたと、いうのが、まあ、から、殴り込みをかけて7、8年後に平成が始まってるんで、まあ当時の状況といえば、まあおそらくまあその DC ブランドみたいなね、なんかそういうようなブランドのブームが、まあまだありつつ。で、ありつつなんだけど、まあ同じ日本で言っても、1989年くらいはユニクロのフリースブームっていうものがね、ドカーンと日本でこうブームになって、まあ、ユニクロといえばフリースといえばユニクロみたいなね、まあ、なんかそういう流れがね、当時あったのかな。だからね、ちょっと、まあ、幼児ギャルソンとユニクロっていうのを同じ、ね、土俵の上で語ることはできないけど、でもまあ言うて同じね、日本初のブランドっていうものが、まあ、こうポンと、盛り上がりを見せてた、まあ、なんかそういうのが平成の、まあ、始まりの、まあ、当時の状況だったのかなと、まあ僕は想像します。生きてないんでね。まあそういう時代だったのかなと思います。で、まあそういう、なんだろうな、デザイナーズ系のブランドは、まあその後、まあ裏腹ブームみたいなね、まあアンダーカバーとか、まあ僕もあんま詳しくないですけど、アンダーカバーとかね、エイプとか、まあなんかその辺がまたこう盛り上がりを見せて、まあそれが1990年代は、まあその裏腹とかブームで、その後2000年代くらいになってくると、それこそカラーとか、まあ、堺とか、まあ、それこそ、その、ギャルソン出身みたいな、平成元年あたりに時代を作ってきた、時代をずっと作ってきて、ギャルソンを出身から出た、人が自分の独立した、ブランドを、立ち上げてね、で、なんかこう、世界に対してまたこれも、なんだろうな、自分たちのコレクションだり、クリエーションなりをこうアピールして、見せていったっていうような、まあ、そういう盛り上がり方、2000年代くらいですね。で、まあ、ユニクロもですね、2000年代くらいから、まあ、確かに当時不況とかだったんだけど、でもユニクロも努力をしましてね、まあ、ジルサンダーとコラボしたり何やりして、まあ、なんかその、ね、低価格のユニクロとか、なんか安かろう悪かろうユニクロじゃなくて、まあ、ちゃんとしたこう一つのブランドとしてこう確立しつつあったと。で、そうやって世界に対してユニクロがこう進出していったりとか、世界のビッグブランドとコラボしたりとか、世界にちょっとこう、なんだろうな、グローバルブランドとしての、ね、地位を築き始めていた。
なんかまあそういった時にファストファッションブームとしてね、 H&M だの、それこそフォーエバー21とか、ザラとかギャップもそうかが、まあなんかこう日本に入ってきてすごいこう盛り上がりです。ファストファッションブームっていうのがね、多分ね2000年代くらいなんかな、うん、なんかそれくらいかなというふうに思います。でまあ2000年代くらいから、まあ あれ ZOZO の創業って言ってたね、もうちょっと後かもしれないですね。 ZOZO がもうちょっと盛り上がり始めたのは、日本では ZOZO タウンとかがこう徐々に出てきてね、まあ、2010年代くらいにはもう結構僕も使ってた覚えあるんで、2010年代くらいには。なのでまあそれくらいにはまあ ZOZO とかが出てきてね、買い物の仕方とか、まあ、ライフスタイルも変わってきつつあったみたいなね。そこから、今度はまあね、まあ、ZOZO もそうだし、ファストファッションブームね、ファストファッションブームっていうのがこう終わりを見せ始めてきたのが最近かなと思いますよね。まあ、話あっちゃこっちゃ行きましたけども、ファストファッションブームはね、ちょっとこう H&M が、あれ銀座から撤退したんだっけ、ギャップが原宿から撤退したとかね、なんかそういうニュースありますけど、ファストファッションのブームっていうものがね、まあちょっとこう下火になった、うん、っていうのの背景にはやっぱなんか今あるのはそのね、エシカルとか、サステナビリティとか、まあちょっと環境に保護するなり、こう倫理的ななんか観点を持つことのまあ重要性みたいなね、なんかそういうのに人々が気づき始めた、なんか一つのきっかけなのかなとか、うん、なんかそういうふうに思っておりましてね。まあ平成を振り返ると、まあなんかファッションだけで語ってもなんかいろんなブランドが出てきて、いろんなまあ移り変わりみたいなのはあったんですけど、まあ今時系列的にね、まあこうつまみ食いにバババババと言いましたけど、結局ね、僕の思うには平成っていうのはね、なんかその日本のファッション、日本がファッションの都市というかね、まあもっと言うと東京だわな、東京が世界に、名を連ねるほどのファッションの都市としての確立をね、したのが僕この30年くらいだったんじゃないかなというふうに思うんですよ、うん、多分ね、この平成のこの30年間じゃないですか多分、うん、それこそ幼児ギャルソンみたいなのが出てきて、でそこから派生したいろんなブランドが出てきて、うわーみたいな。それ以前って多分東京ってそんなファッショナブルなイメージとか多分そんななかったしね。なんか今といえば、まあ、爆買いとか言って、外国のね、中国人の人とか日本来てめっちゃ買っていくとか現象があるくらい、やっぱなんかね、ニューヨーク、パリ、東京みたいな、なんかそういう風に名を連ねますけど、なんかこの30年くらいなんじゃないかなと僕は思ってですね。まあそれこそユニクロの盛り上がりもそうかもしれないですね。日本初で世界に。なんかそのファッション業界、世界的なファッションの中でのその日本のプレゼンスみたいなのがね、すごい確立されたのが僕はこの平成だったんじゃないかなというふうに思います。はい、でなんですけど、まあ、30年っていうね、数字だけを見るとね、まあ結構まあまあ長いじゃないですか。30年って普通にね、うん、まあ昭和とか50何年までありましたけど、平成は30年間、まあそれに比べたら短いんですけど、でも言うて30年ってどういう年かっていうとね、例えて考えてみると分かりやすいですけど、新卒で入社した社員がもう30年経って50いくつになってね、もう言ったら会社の中で、まあ、部長なりもうちょっと上の、職階にいてもおかしくない、そういう時間のタイムスパンですよね、うん、もしかしたら結婚して子供もいても全然おかしくない、50ですから、もうその息子が成人してたとしてもおかしくないみたいな。そう考えるとね、30年って意外に長いと、うん、ってなってくると、やっぱね、その30年っていうのはね、一つやっぱ僕はね、結構30年40年、うん、区切りかなと思っててね、世代交代の区切りかなというふうにも僕思ってるんですよね。だから、つまりどういうことかというと、幼児ギャルソンっていうのが、まあ、一つの多分ね、日本のファッション業界によってすごい大きなね、ターニングポイント、うん、歴史に名を残すほどのね、ビッグブランド2つが生まれたというか、まあパリで、まあ、日本っていうもののね、プレゼンスを上げたということはすごい大きな出来事だと思うんですけど、それからもう言ったら30年40年経ってる。だからね、令和っていうのは僕はなんかね、絶対にどこかのタイミングでバトンタッチが行われないと、まずい
そういう行われるべき年かなと僕は思います。次の世代、若い世代にね。でまあこういうこと言うとあれですけど、こういうこと言うとあれですけど、まあ人って死にますから、人って死ぬんで、当たり前のことですけどね。この間もカール・ラガーフェルトが亡くなっちゃったっていう出来事とかありましたけど、まあまあね、こういうこと言うの、まあなんかごちゃごちゃ言う人もいるかもしれないですけど、言ったら、幼児さんだって、川久保さんだって、まあ結構もうご高齢なわけじゃないですか。ご高齢なわけなんで、うん、不老不死なわけがないんでね。そういう意味においても、そういう意味においても、うん、そのなんかブランドの、もう本当にその、創始者っていう人が、まあ、いや本当にバトンタッチをこうして次の世代にしていくっていうことがね、多分絶対に次の時代では起こる、令和ではね起こるなというふうに僕はねやっぱ思ってます。だから一つの時代が始まって一つの時代が終わりにかかってる、うん、なんか次の時代にちょうどこうタイミングポイントしてね、うん、まあ変わっていく、そういうような年に、そういうような時代の幕開けに令和はなるのではないかなと、うーんのが、まあ私の考え方ですね、意見ですね。うん、まあ多分なんかっていうことを考えるとね、令和はなんか結構非常にまたエキサイティングな時代になるんじゃないですか、ファッション業界においても、まあ社会的にもそうかもしれないですけどね、うん、なんか何か面白いで、若い世代、まあ僕も含めですけど、若い世代がまた今度なんて自分たちの時代だと胸を張って言える、そういう時代が来るんじゃないですか、令和は、うん、俺たちの時代だ、俺たちが時代を作ってるみたいな、なんかまあそうやって胸を張ってね、平成は言えなかったかもしれないなと思うんですね、うん、言ってもあのね、ビッグな方々がいてね、その方々がまだ依然として存在感強くてっていう、ところで、いや俺たちの時代だとなかなか言えなかったところもあるんじゃないかなと思うけど、令和はいや俺たちの時代だと、うん、若い世代、今のまあ20代30代みたいなくらい のプレイヤーがね、いや俺たちの時代を作ってるよと、言えるようなというか、言えるような時代にならないとまずいし、言えるようなポジションにならないと、言えるようなことをやらないとまずいと思いますし、まあ、僕も絶対そっちの方にな、痛いかなというふうに思いますね、うん。まあそんな感じで、まあ非常に令和というのはね楽しみなんじゃないかなと、まあちょっと思いつつ、まあぶっちゃけた話言うと、僕自身は別に令和だろうが平和だろうが昭和だろうが別にどうだっていいんですけどね本末転倒なこと言うけど、別にそんな言語なんて別に僕は本当にどうでもいいんですけどまあ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 、でも区切りなんで、まあこういう動画を上げさせていただきますと、まあまあまあ、僕の意見はそんなところですかね。はい、そんな感じでございます。では、また。